또 가모도 마그르베 메타라다 오메노 인디 와 뛰나 와레 오레 という 一人称ですね。 バグルベっていうのは交換しましょう、取り替えようという意味です。メタラダっていうのはうまそうだ、おめえはお前、あんたという二人称ですね。鴨南蛮そばもエビそばもどっちもどっちで美味しいですからね。つい半分こしようなという気持ちになります。 で、バサマーミンナサ、そば、おごる、ホタコっていうのは、よろくとか、へそくりのことです。要塞のうまい私の母はですね、時々こう、仕立てを頼まれて、ホタテ、ホタコが入りました。そんな母は、みんなを集めて、ごちそうするのが大好きでありました。そば湯来て、 幸せそうな日本人、たかがそば湯されどそば湯ですね。冷たいおそばの後でそば湯をすするのはみんな美味しくて幸せそうな顔をしています。もう一回、毛ガニガサエビ食ったきゃな。ガサエビっていうのはシャコのことです。 昔、弘前の桜祭りは、看護会ではですね、俺が子供の頃は、毛ガニとかガサエビを、買って食べるのがとっても楽しいでした。公園の中はもちろん、公園の外にもガニやガサエビを売るおっさんたちが並んでいました。まあ、あんまり衛生的でなかったからでしょうか。 それともだんだん高く高価になってきたからでしょうか。やがて手軽な毛ガニとかガサエビは消えてしまいました。寂しいことであります。パスト化け物屋敷観桜会、桜祭りは昔観桜会とも言いました。少しなまって観桜会とも言いました。 メインはもちろん桜ですけども、子供たちに人気のあった見せ物小屋はですね、サーカス、オートバイサーカス、お化け屋敷でありました。お化け屋敷の小屋からはいつもこう、キャーキャーと叫びながら逃げ出してくる観客がいましてね、私たちはそれを見てるのもまた楽しかったんであります。 曲運動チャンネルをご覧いただきまして、どうもありがとうございました。火花ー。